はい、皆さんこんばんは、製麺機です。今日も晩酌の準備が整いましたので、早速ね、晩酌やっていきたいと思います。で、本当は今日はね、お正月三が日の終わりということで、がっつり焼肉食べようかと思ってたんですけども、なんかね、お昼もお酒飲んだらもうあんまりお腹減ってなくて、ね、お腹減らしてから焼肉食べた方が美味しいんで、今日はちょっとね、残り物とか寄せ集めて、あとセブンイレブンさんの焼き鳥つけて、ね、あと鬼つけとかももう、ね、お正月の鬼つけもそろそろこれで終わりなん でお昼に食べきれなかった、あんこうのともあえと、あとクジラのベーコン、これでもう軽めに済ませようと思います。では、飲み物はまたいつもの朝日さんのドライゼロ、これでいきたいと思います。ではグラスにシュワシュワっと注いで、あー、なんかどうなってんのこれ、あー、突っかかってんだ。ちょっと待ってください。これちょっと、よいしょ、これでいいかな。ちょっとね、手で申し訳ないですけども、このくらい注いで、で、あー、焼酎は中身は大五郎入ってます。焼酎の大五郎が入ってます。これを軽く注いで、よいしょ、こぼれちゃいそう。で、またね、軽くかき混ぜて、これでいただきたいと思います。どうでしょう、シュワ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 な感じでピンと合ってないですね。では今日も一日皆さんお疲れ様でしたね。お仕事の方もね、いらっしゃると思いますんで、お疲れ様でしたね。今日からまたね、もう U ターンラッシュ始まるということで、もう車運転してるお父さんとかもいらっしゃると思うんでね、ね、申し訳ないですけども、お先に失礼して、いただきたいと思います。ではシワシワで乾杯、いただきまーす。うん、さっぱりしますね、やっぱり。うん、うん、お腹減ってなくてもお酒は 入ってきますよね、スルスルどういうわけか、お酒はもうほんとスルスル入りますよ。ではこれでまた軽くかき混ぜて置いときたいと思います。では七味をちょっとパパッとこうかけて、あー、出ないな、よいしょ。で、焼き鳥は先ほどもお話ししましたけども、こちらセブンイレブンさんの冷凍のレンジで焼き鳥盛り合わせ、炭火で焼いたももつくね皮、こちらですね。このね、冷凍の焼き鳥すごく美味しいんで、この炭火の香りがしてね、すごい美味しいんですよ。で、カロリーが、ももが1本59キロカロリー、つくねが1本、70キロカロリーで、皮が1本78キロカロリーって、タレの焼き鳥でこのカロリーだとね、結構低い方なんで、カロリー低いっていうのもポイント高いです。これね、レンジで焼き鳥盛り合わせ、これほんと美味しいんでおすすめします。ではよいしょ、こんな感じでタレがかかってないんでね、タレは別途にこれかけてあります。こんなタレね、タレが全然ないんですよ、このセブンイレブンさんの焼き鳥なんで、タレは別にこう用意したりしてこうかけた方がいいんじゃないかと思います。ではこれ、皮、ももとつくねですね。まあ、まずはね、皮からいきたいと思います。皮も油乗っててね、なかなか自分で皮の焼き鳥買って食べることないんですけども、セブンイレブンさんのこの冷凍の焼き鳥、皮が入ってるんで、この皮も美味しいんで、うん、
柔らかくてね、プリプリ。で、炭火の香りもあってね、美味しいっすわ。では、お酒、日本酒いこうかな。どれがいいかな。亀吉にしようかな、まずは。亀吉、また青森県の地酒。亀吉ですね。純米吟醸亀吉で、こちらは青森県の黒崎黒石市、ね、黒石市の、青森県黒石市の地酒です。黒石っていうとね、あの焼きそばで有名ですよね。つゆ焼きそばなんていうのもありますけども、の、黒石市のお酒です。では、黒石のね、つゆ焼きそば、B 級グルメで、あれもなかなか美味しいですよね。一回食べましたけど。よ、でこんな感じ で、 で焼き鳥にね、日本酒合わせていただきます。あ、うまいな、やっぱり。結構甘みあってどっしりしてる感じの日本酒ですね、これは。で、あの、お米のフルーティーな香りがあって、あの、昨日もお話ししましたけど、昨日だっけか、あの、菊水の船口ってありますよね。あれに似てる感じです。あれより若干甘くないかなっていう感じしますけども、結構船口に近い感じの味です。これもね、香りが良くて美味しいっすわ。ではお次は野菜サラダね。いつもの野菜サラダなんですけども、まずね、ドレッシング、リケン酸の癖になるうま塩、これ軽くね、軽くかけて、よいしょ。で、エバラさんの玉ねぎのタレ、これも軽くかけて、よいしょ、このくらいね。ではこれでまずトマトからいただきたいと思います。じゃあトマトから。これで乗ってるので2分の1個で30円分ですね、トマトで。これは生協さんのサラダチキンだったかな。でね、昨日初売りでスーパーに買い物行って、サラダの野菜もないんでね、買ってきたんですけども、サニーレタスもグリーンカールも売ってなくて、で久々に普通のあのレタス買ってきました。で、普通のレタスのサラダです、今日は。久しぶりに。じゃあいただきます。でもこのレタスも一玉200円ぐらいしたのかな。あと焼肉食べるのにサンチュ買おうと思ったらサンチュも売ってなくてね。まあ冬場なんでちょっと入荷してなかったのかもしれないですけども、お正月用のね、高いカニとかね、あの霜降りのお肉とか、マグロのね、本マグロの高いお刺身とかはね、いっぱい売ってても野菜とかがないとね。ね、もうお正月のものばっかりね、毎日食べてるってわけにもいかないんだよね。野菜も食べなきゃいけないんだよね。野菜もしっかり置いといてほしいっすよ。ああ、危ない。ちょっと落っことすとこでしたね、今。あ、トマトも一緒にね。毎日私サラダ食べるんで野菜も大事ですよ。
ん。ではサラダはちょっとシュワシュワでいきたいと思います。あ、富士山、富士山、富士山、ピンポケ、あ、ピンポケですね。じゃあここにね、またね置いて、ではお次はまた七味でちょっとねパパッと七味かけて、これはあのお昼の食べきれなかったあのあんこうのともあえってやつですね。あの青森の郷土料理で、あのあんこうの肝、あん肝ありますよね。あん肝にあの身とか皮とか混ぜてあえたやつで、ともあえって言うんですけども、あんこうの肝であえたんですよこれ。こんな感じでもうプルプルの身が入ってますよこれ。いただきます。うん、また皮が入ってるんですよ、皮、あんこの皮がまだこれプリプリでね。うん、いやうまいっすねやっぱりこれ。うん、カニの、カニじゃねえや、あのあん肝の濃厚なね味があって、ちょっとこうカニ味噌みたいな感じ、ちょっとねこれにも日本酒合わせたいんで、これも青森県の地酒の三戸のどんべりという濁り酒になります。こちらはあの八戸酒類さんの青森県八戸市の八戸の、地酒になりますね。どんべり、これあの年末年始じゃないと売ってないんで限定品って書いてありますけど、これ年末年始、まあ基本は年末年始しか売ってない、たまに年末年始以外でも見かけることはありますけども、まあ、基本は年末年始に売ってる限定品の、日本酒になります。青森の地酒ではどんべり濁り酒で、うん、こっちもねやっぱどっしりしてますよ、濁り酒なんで。うん、でも濁り酒にしてはそんなに甘くないんですよこれ。うん、あのこうどっしりしてる濃い味ですけども、そんなに甘たるくないんで意外と飲みやすいんですよ。うん、これも合いますね、フグに、フグじゃないや、あんこうに合います。ではお次はこれいこうかな、みかんね、ちょっとこう箸休め的な感じでさっぱりしたの食べたいんで、みかん、うんうんうん、それほど酸っぱくないみかんで美味しいですね。で焼酎の、大五郎、軽く注いで、よいしょ、したら、ウイスキーね、ここでウイスキーいきたいと思います。フォアローです、フォアローです飲んでます、よいしょ。ではフォアローですをちょっとね焼酎とこう割ってね、かさ増しして、かさ増ししないともうあっという間に飲んじゃうんで、ではねウイスキーもいただきたいと思います。うん、ウイスキーのね、バーボンね、香りがいいんでね、なんかお正月ってやっぱりこう日本酒っていうこうね和風なこうつまみで日本酒っていうイメージがあって、やっぱり日本酒の方を多く飲んでますけども、やっぱりねウイスキーもね美味しいっすよね。うん、ハイボールとかでもいいんですけどもね、今日炭酸とか用意してないんで、今日はロックに大五郎とこう割って飲んでますけども、でもね十分ねウイスキーのこのバーボンのねこの華やかなスパイシーな香りもあって美味しいですよ。うん、
次はこれいただこうかな。クジラのベーコンですね。これも今日のお昼の食べきれなかったやつ見つけました。もったいないんで、今日そんなにお腹減ってないんでね、このぐらいのつまみで十分かなと思って。でこれ半額になってたやつをね、お正月前に安いやつ買って冷凍してね、お正月用に冷凍して出してきました。あんまりねいいベーコンじゃないんで、ちょっとねお肉の方があんまりついてないですけども、でも半額で300円にしない、300円切るぐらいかな、しますんでね。それでもね、お正月のベーコン、高いベーコン売ってますけども、ああいうの買えないんでね、安いやつで。ではよいしょ。もう酢醤油めんどくさいんでね、作るの。もう餃子のタレ使ってませんもんね。餃子のタレもねお酢とお醤油使ってるんで、もう酢醤油でいいかなと思って、もうめんどくさいんでね、餃子のタレでいただきますね。ちょっとこう七味も入って、これでいただきます。うん、うん、まあ安いベーコンですけども十分美味しいですよ。うん、あまり贅沢言ってらんないんでね。じゃあいただきます。うん、やっぱりベーコンも日本酒の方が合うのかな。ちょっとこうねのシュワシュワだとベーコンのこう生臭い感じが若干しますね。うん、やっぱ日本酒に合わせた方がいいんですかね、ベーコンも。ではまた軽くちょっとかき混ぜて一回置いときたいと思います。ではお次はまた七味、七味でこちらね、鬼つけ、お正月の鬼つけ、もうこれであともうちょびっと残ってましたけども、まあお正月ね、大晦日から、三が日ちょこちょここうつまでね、お酒のつまみにして食べてましたけども、これでまあ大体、終わりかなっていう感じですわ。ではタケノコね、タケノコを食べたいんで、タケノコいただきます。硬っ。下の方なんでちょっと硬かったですね。人参、ごぼうもね香りいいですよね。やっぱ美味しいですよね。ちょこちょこっとこうつまんでね、お酒のつまみにするのにちょうどいいですよね。ではまたね、次はこの杉玉っていう、これも青森県の地酒です。純米酒杉玉、桃川っていうね、桃川の杉玉っていうことですね。でこれも青森県北上郡奥入瀬町の、青森県の奥入瀬町の青森県の地酒っていうことになりますね。杉玉、これちょっとね軽めのお酒なんでね、さっきの亀吉とかどんべりとかはねちょっと甘めでどっしりしてますけども、これはね結構さっぱりめの軽めの、そんなに甘くないけども日本酒のこうね、フルーティーな、日本酒のぬかのフルーティーな香りが結構ふわっとするような、そういうお酒です。辛口まではいかないですけども、そんなに甘いってほどではないですね。でやっぱり日本酒のこの香り、お米の香りがふわっとこう香って、
飲みやすい日本酒ですよ。ではお次はまた焼き鳥いただきましょうかね。よいしょ。もうね、今日も朝昼ん、昨日の夜の動画編集して、今日の朝と昼の動画も編集してアップしてて、もうねずっと動画の編集してたんで、でまた明日ね、これ明日動画アップすると思いますけども、明日編集するんでね、まあ、編集する時間長くなっちゃうんでね、動画が長くなると、なんで今日はね多分短めに、サクサクっと短めの動画になってると思います。ではね、セブンイレブンさんのレンジで焼き鳥盛り合わせのもも、これいただきたいと思います。もも肉ですけど、油の部分ついてんのかな、ちょっとこう脂身みたいなの、こうとろっとしたところもついてる感じしますよ。やっぱ美味しいっすね、炭火の香りが。では、今日のところの晩酌動画はこの辺でね、締めにさせていただきたいと思います。あんまり長いと思うと編集するの大変なんで、ではあとはまあ動画かアニメか見ながらまたね晩酌続きしていきたいと思います。では今日も最後までご視聴していただきましてありがとうございました。明日また動画アップしたいと思いますのでね、よろしくお願いします。ではシュワシュワ飲んで、じゃあね、明日またよろしくお願いします。